はい、皆さんこんにちは。今回はデビルメイクライ5、めっちゃ久しぶりですけど、引き続きコンティニューでやっていきたいと思います。確かなんだろう、スキルとか覚えれるようになって、ある程度スキル覚えさせたっていうところまで覚えてるんだよな。悪魔たちの信仰が進む町の教会で怪力を誇る大型の魔物を蹴散らしたネロ、合流した部位によれば、この地獄絵図の要因はクリフォトと呼ばれる魔界の大樹にあるらしい。先に進むには町に…あ、終わっちゃった。6月15日、午前6時。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。また作ったのか。金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで。あれでもネロってこんなに、こんな顔、なんかもっと優しそうな顔だったような気がするんだけど、昔は。もういいわ。これ以上の機能美はないよな。なんか V はハリウッド俳優とかにいそうな見た目だ。喋る鳥。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然マグナム芸術を生み出す職人さ。私が作れば、ロケットパンチみたいな。鍋だろうとな。それでお前を見てやろうか。他に質問は？ありません。チキン野郎、ごめんなさい。俺は先に行く。 V はなんか今までにないキャラクターだな。なんかルックスといい、この細身の体といい。お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。まだ。スキルは前もって買ったというかゲットしてるからな。もうないはず。ミッションスタート。あ、ネロ。いや違う、 V のミッションなのか。V は初めてだぞ。あ、そっか、デビルメイクライ5ってネットワーク対応なんだよな。なんかやってる人がいたら出てくるみたいな、なんか本かなんかで見たけど、どういうシステムなのかどうかはよくわからない。 V 操作？さあどっちだ。サボンじゃねえぞ。眠そう。空気読めよ。あ、ネロか。やっぱなんじゃこりゃ。空中グリムなんちゃら、なんだそりゃ。あー、なるほどね。雑魚がいっぱい出てきた。これ奇襲の翼ピロバット。ほらほら、エリアル、エリアル。空中コンボ、空中コンボ。ほら、お、どこだ。あそこか。目障りな植物だ。
植物に見えねえ。久しぶりすぎてロックオンのやり方がわからん。あ、これか。R1 か。引き寄せて。殴る。打ち下ろす。上げてエリアルレイン。難しい。これや。あ、これはこっちにもあるぞ。ここは敵いないのか。これやバイオニックコマンドみたいだ。下水道。要はぶった切りゃいいんだろう。とや。ものすごい跳躍力。レッドオブクレー当たらない。ターゲット攻撃後か。え？ここに落ちるだけなんですけど。他にもある？ないよな。はい、落ちれない。いけないんですけど。まさか。水道の中へ。今度は根っこが出てくる。あ、敵か。レッドオブじゃないんか。あ、でもレッドオブも手に入ったぞ。ええ、
はいはい、敵か。おれや、おいおいおい、ザコめ。根っこの大元があるはずだ。またお、なるほど。なんかある。あー、腕か。あれ、なんか勝手に移動する。あ、敵がいるのか。おりゃ、エリアレイブ、ダブルエリアレイブ、エリアレイブ、腕だ。それや。果てる。敵がいる。うわあ、ネロもダメージ食った。フィニッシュ。開けたぞ。ビンゴ。こっちか。お？なんだ？こいつデビルメイクライ1にでも見たことあるぞ。やっぱりシザーマンみたいなやつ。デスシザー、あ、こいつデビルメイクライ1の時すげえ苦戦した。こっちか。違うな。誘ってんのか？そっちから来いよ、クソ悪は。いて。どっちがダメージ与えてるのかわかんねえ。いいな、この野郎。
わぶー倒した。やっぱりデスシザーズ強かった。あ、腕か。どっちだ。何？力がなきゃ何一つ守れねえ。分かってるさ。分かってるのか。お。お、なんかボスか。ボスっぽいぞ。あ、根っこか。なんだこりゃ。うえなんという運動能力。蹴った。おい、おしゃべりは嫌いか。そいつは気が合うな。不気味すぎる。これって当たってるのか。なんだこのファンネルみたいなのは。うわ、レーザー。ファンネルみたいなのがうざい。
強い。燃え尽きろ。じゃねえよ。あとちょっとや。レイザーしまった。よっしゃー、やっと倒した。49ポイント、まあ悪くない。壁走り。ネロは左利きか。なんか出てきた。私の客だ。あ、なんだ。お前が浮気するとは、キリエにチクらないとな。なんだあれ。冗談だよ。どうした、笑うとこだ。はあはあ、おいたはやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。なんでレディが捕まってたんだ。ミッションクリアか。よし、ランク A か。まあまあまあ悪くない。お、トロフィーゲット。はい、なんとかボス強かった、倒すことができました。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。